俺らの名物、このツイッターどうなののコーナーね。これなんで、越前屋氷太っていう人が、まあ別にフォローしてないけど、この人おすすめで出てきて、プロフィールがテレビ番組の制作をしてた人で、大学の教授とかをいろんなところでやってる。で、その問題の、香ばしいツイッターが、これですね。ご自分ではおっしゃらないだろうから僕が言います。昔、たけしさんが北の屋で、ちょっと北の屋わかんねえな。北の屋で寒い中、出待ちしてた二人組の女の子に声をかけて、石倉三郎さんと一緒に飲みに行かれたことがあった。丸。そろそろお開きとなったので、てっきりタクシー代を渡されるのかなと思ったら、お姉ちゃんたち家どのあたりなのと聞いて、わざわざタクシーで一人一人家の近くまで送って行かれた。最後にたけしさんが四谷で降りて、これでタクシー代足りるだろうって2万円渡されたので、これ多いですって言ったら、後ろ手を振って帰って行かれました。その寂しそうな後ろ姿がめちゃくちゃかっこよかった。これが僕が惚れた北野武さん。これね、つまりこの人の言いたいことって松本人志との対比なのよ。松本人志って女の扱いがこんなだよねっていう世の中の中、に対比のアンサーとしてこの思い出を語ってるのよ。そんなに深く読まないと、あ、北野武が若い女の子を送っていくときはお持ち帰りじゃなくて本当にそれぞれを家の前に送っていく、そんな真摯な人なんだみたいなことを言いたいんだと思うんだけど、ただこのツイートよくよく読むと、このおっさんはずっといるのここにっていうそっていう話を、例えば、このお姉ちゃんから聞いたのはわかんじゃん。お姉ちゃんから、いや、この間、たけしさんに送ってもらったんですよ、で、ならわかるんだけど、なんか、その寂しそうな後ろ手を振る後ろ姿が、そのおっちゃんの目に焼き付いてるってことは、お前はそこに最後までタクシーに一緒に乗ってたんだってなると、どういうことみたいな。で、これ、文体の問題だよね、多分。文体の問題だね。お前は誰なんだ、どこにいるんだって今メタ視点が分からないでね、これ前半からも始まってて、これね、まあご自分ではおっしゃらないだろうから僕が言います。まあ、これもよく分かんなくて、多分言わないだろう、自分ではこれ言わないだろうって、俺の後ろ姿がよ寂しそうだったんだよって多分言わないと思う昔たけしさんが、出待ちしてた二人組の女の子に声をかけて、石倉三郎さんと一緒に飲みに行かれたことがあった。もうこれで、この視点がもう、この視点がメタじゃん。なんかもうさ、昔話のさ、昔あったそうなみたいな。そう。それ今、どこにいて言ってんのみたいな。この時点で、私と北野さんと石倉三郎さんがね、一緒に飲みに行った時の話ですならわかるじゃん。そう。だメタの視点、謎のメタ視点なのよ。どこの視点からこれ、神の、そう。神の目線で話してる。そう。何なの？そろそろお開きとなったので、てっきりでもいるんだよね、多分ね。いるのよ。この感じだと一緒にいるのよ。そろそろお開きとなったので、てっきりタクシー代を渡されるのかなと思ったら、お姉ちゃんたち家はどのあたりなのと聞いて、いるよね、隣に絶対ね。多分一緒にいて、でも、多分北野武は持ち帰りたかったのに、おめえがいるから無理だったんだよ、だと思うんだよ。そういうことか。いや、それも考えれるじゃんか。なんでお前いるんだよみたいな。お邪魔虫なことに気づいてない。絶対お邪魔虫じゃん。最後にさ、もうさ、寂しそうな背中はそれじゃん。お前のせい。なんでおめえついてきたんだよ。石倉三郎さんと22だろ、そこは。で、女の子2人に俺と22で声かけたのに、なんでお前最後までいるんだよみたいなふうに思えてないんだろうなっていう。お前にかっこいいと思われても仕方ねえんだよっていう。かっけえな、後ろ姿じゃねえよ。寂しそうじゃねえよっていう。空気読めないやつなんじゃん、こいつ。しかもそれを言っちゃってるっていう時点でやばい。これでさ、そんなことがあって、本当に、なんだろう、空気読めないやつだったな、俺っていう話で終わらせないけどさ、それを、なんだ、美談として語ってる俺の価値どうみたいな言ってるけど、見えてないんだね、お前って。本当さ。これ多いですって言ったら後ろ手を振って帰って行かれました。
振り返りもしないで帰ってるわけよ。もう金渡すからって、うん。その寂しそうな後ろ姿がめちゃくちゃかっこよかった。これが僕が惚れた北野武さんって言ってます。いや、違う。お前もう今日22で飲みに行ってんのに邪魔だったんだってずっと。あと、お前もらえてないんだって。お前その背中見てんだろ、お姉ちゃんと一緒に。これね、だから。どこにいんの？お姉ちゃんの横にいんの？お姉ちゃんは下ろしてるのよ、うん。で、お姉ちゃん下ろして最後にこのおっさんが残ったんだよ。あ、こいつはタクシーの中にいるのか。いるんだよ。ずっといるんだよ。このさ、ストーリーテラーはさ、おかしいじゃん。おかしい。私、そういう能力があって、その場にいなくても全部投資できて、全部会話が分かるんですけど、なら、その場にいなくてもなら分かるけど。そしたら、プロフィール欄にそれ書くよ、ね。そういう能力っていうね。で、だから、誰よりもこの場に最後までいて、最後に、そいつの帰る2万円までもらえたやつの視点なのよ。あ、こいつも2万円もらったの？いや、こいつが最後に2万円もらったのよ。そうなの？お姉ちゃんたちは下ろすと、家の前で。最後の人がタクシー代払うじゃん。そっか。言ってからさ、これさ、美談にしてるけど、まっちゃんがさ、およげたいやきくんの歌は、その最後に食べられたのさで終わるから、これ誰の目線の曲なのっていうのが。じゃあそれは誰が言ってんだよっていう。そう、だまさにそれだなと思って。その、このエピソードで松本人志の女の扱いをやりしたかったんだろうけど。でもこいつのさ、石倉三郎さんと一緒に飲みに行かれたことがあったって書いてあるじゃん。うんうん。そこ聞くとさ、いないんじゃないとも思うんだよね。最初さ、俺もいないんじゃないと思ったの。そう。そろそろお開きとなったのでって、なんかいるんだよね。最後までいるのよ。そう、その文体が、なんかもう、こいつ文章が下手だよね。でもね、こいつ大学の教授すごいいっぱいやってるじゃん、これ見たら。そうなの。客員教授って何なの？一回呼ばれただけじゃないんだ。確かにね、こういうふうに、今現在こんだけを持ってるとは思えないよね。すごい数じゃん。だって、関西大学客員教授、高知大学客員、高知大学ってこれ多分国立でしょ、うん、で京都芸術大学客員教授、京都外国語大学、和歌山大学、和歌山大学もこれ分かんないけど、国立じゃねえの。でもだから、まあ、大学の人だからって文章がうまいと限らないし、すっごい状況説明が下手だと思う。味わい深いよね、でもこうやってやっぱ話せるだけ。うん、初めてじゃない？こう越前屋ひょうたもさ、YouTube でタイトルになるの。越前屋ひょうたの Twitter っていうタイトルの動画になるじゃん、これ。嬉しいんじゃない？そしたらあんなに絶賛されてる最高のやつがこんな解釈されてるっつって。よくあいつら文章読めねえとか、うんうんうん。Twitter よくディスる人たちいるじゃん。ホリエモンだろ？ホリエモン。ホリエモンしかいねえよ、この。これになんかさ、いい話って反応してるやつってさ、うんうん、本当にちゃんと文章読んでないやつなんだろうね。本当そう。なんか本当に雰囲気だけいただいて、うん、分かるよ。雰囲気だけこれいただけるじゃん、この文って。雰囲気だけはいただけるからさ。そう、匂いでしょ？香りだけ嗅いで、カレーの匂いがすんなとか思うけど、俺らそこ見逃さないじゃん。でみんなそれでさ、こうなんか、なんだろうな、その作者っていうか、この人のツイートの思惑通りこう返してくれる、うん、いい人たちっていうか、そのね、ちゃんと本、文を読まない人たちがいるんだけどさ、うん、でもまあ俺たちにクソコメント下でやっぱさ、うん、これにいいですねって返してやってたらやっぱりさ、そんなことより岸田の先回しにしろって言ってるのと同じだと思うんだよ、ね、うん、同じだよね、理解度としてはね。そこじゃないですよっていう。そう、うん、こいつのこれにコミュニティノートつけてさあのね、これは信頼できる。なんか別コミュニティノート確かさ、訂正するじゃん、その人のツイートが正しいか正しくないかみたいな。そうなんだ。有料じゃ会員じゃなくてもできんの？あ、そこは分かんないんだけど、なんか例えば動画で誰かが上げたものがバズるとするじゃない。でそうするとさ、誰かが訂正で、これはね2000何年のもので過去のものですみたいな。わ、そのツイートが正しくないときに、うん、その訂正みたいなのがあるの。おう、それでさ、こいつのやつをさ、今の俺らの論点を書いたら面白くね。誰の目線かが定かでありませんみたいな。そういうコミュニティノートつけたらおもろくない？いや、ほんとこれ分かんないんだよ、若字で。どうかな、いきなり落語家みたいになってくからさ。こういう、ちょっと巨匠か分かんないけど、それをさ、うんうん、そうなのよね、みたいな。分かったみたいな。どういうこと？人が注目するってのは引っかかるってことが大事なんだよね、みたいな。うん、綺麗なものだと人は見ないのよって、ちょっとこういびつだったり欠けてるものに興味あるとか分かるみたいな、そういうこと言ってきてる。あ、でもそしたらマジしてやられたりだ。アップルロゴマーク
あれ欠けてんだよね。それと同じなんだよって言われたらさ。そんないいもんじゃねえよっていう。そんないいもんじゃねえよっていうね。ただ単にそれ今の松本人志の女の扱いに対してビートたけしはかっこよかったとかっていうのを強引にねじ込んだんでしょ今っていう。